倒しちまったらもうしょうがねえわ。まあ氷の武器の弱点がこのゴリラなんだけど、どうしようかな。いやゴリラにするか鳥にするかなんだよな。いつもなんか俺やるときだいたいペンギン倒してその次に鳥倒すかゴリラ倒すかやってんでは、倒す順番によってそのボスのステージの道中も微妙に変わったりするから、どうしようかな。まあ鳥だったら弱点がないからちょっと倒しにくいっていうのもあるんだけど、まあゴリラでいっか。まあ久しぶりにプレイしてるから俺の腕も落ちてるってこともあるし、ちょっとゴリラでゴリラで妥協だわ。スパークマンドリラ、いかにも脳筋って感じだよな。これあれだっけな、なんかアイスペンギン号のステージクリアしてたらこの発電所が電気が通らないみたいな、そんな感じじゃなかったっけ。あ電気来てるね。あー流れはしないのか、下に流れたりはしないけど、あここ行ってえな。これアイスペンギン号のステージとあともう誰かのステージクリアしてればこの電気流れてなかった気がする。で下外れだったかな、なんかサブタンクかなんかなかったっけ。あーちょお前位置悪すぎだろ。サブタンクかなんか、ああるよね、エネルギータンクがあるんだけど、これがあのブーメルクワンガーのブーメラン攻撃で、あー外れだった。ブーメルクワンガーのブーメラン攻撃で回収するみたいなやつだったかな。なんかあんまりダメージ痛くねえなこのサンダー。1ダメージ程度か。まあそれでも食らわないに越したことはないんだけど、なるべくうまく回避はしていきたい。てかこれダッシュ全然使ってねえな。ダッシュ使えるんだからさ。でもこれダッシュをすることによってコントローラーの持ち方変な持ち方になるんだよな。Y ボタンと B ボタンは親指で押すじゃん。で光る謎の物体、何が飛んでるのかよくわかんないけど、まあ動画で撮ってるからさ何が飛んでるのかはっきり見えるよね。実況動画のいいところってそこだよな。こういう移動が速いタイプの敵のシルエットを確認するのにさ一時停止とかできるからいいよね。あーちょっあっぶで落下で死ぬとこだった。でガンガン行くぜ。ここ確かライフアップが上にあった気がする。次のまた暗くなる画面の似たようなマップがあるんだけど、それのここの上の部分にライフアップがあったはず。ロックマンの HP の最大値が増えるんだよ。今のままの HP だったらちょっと心もとないからな。はい、で中ボス戦、雷を出して来てる来てる来てちょっ潰れる。この泡で覆われてるんだけどさ、泡で今めっちゃ危なかったな。この泡で覆われてる時と泡で覆われてない時があるんだけど、あっぶねやっちゃった。ちりひんすぎんだろ。泡で覆われてるやっちゃった。泡で覆われてる時と覆われてない時があるんだよな。条件が何だったか覚えてないんだけど、何だったかな、なんかしてれば泡で覆われてないはずなんだよ。どっかのステージをクリアしてるとかだったかな、フラグが。そういった特定の条件を満たせばステージの途中が部分部分で変わるんだよな。でうまいこと避けれって言ってたんだけど、まあいい、 HP 回復したから結果オーライ。この飛んでるやつ何なんだろうな、マジで見た目が何なのか気になる。長年の謎が今回この動画を編集するときに分かるぞ。でそうコントローラーの持ち方の話をさっきしてたんだけど、 Y ボタンと B ボタンを親指で押すじゃん。で A ボタンを人差し指で押すから変な持ち方になるんだよな、ロックマンってゲーム。これ無理だろ。いや正直その辺のアイスペンギン号より間違いなくこいつは強いと思う。未だに戦い方が苦手すぎる。オッケーオッケー、うまく回避して、ああ食らうか。
やっちゃった。あえ、こいつめっちゃ強くね、こんな強かったっけ。あ、オッケーオッケー。あー、回復落としてくれませんかね。回復落としてくれると、あー、いい、俺の願いが通じたぜ。神に祈りが通じた。てか俺今残機なんぼ。あ、残機ゼロか。残機ゼロだとこれゲームオーバーなりたくねえな。ゲームオーバーなったらしんどいぞ。なんか一輪車みたいなやつがいる。ハンターハンターにこんなやついなかったっけ。天空闘技場みたいなところでさ、オッケーオッケー、HP 回復。うわ、ぶね、あっぶねえな、こいつ。めっちゃえぐい攻撃してくんじゃん。え、あっちゃった、やっちゃった、ぶつかっちゃった。やめちくれ。もう、おっさんなんだから、反射神経がないんだよ。もう、避けきれなくなってる。昔は、ロックマン X2 の、RTA とかもやってたけどさ、俺 X シリーズで、X シリーズってか、ロックマン全作品、X シリーズも含めてのロックマンで、初めてラスボス倒した、全クリできたのって、やっちゃった。初めてラスボス倒して全クリできたのってさ、ロックマン X2 なんだよな。で、ロックマン X2 は、あ、ちょっと待って、これ取りにくいんだよ。ちょっと、取らせてくれ。あ、指が辛くなってきた。コツがいるんだよな。なかなか難しいよね、これ。ロックマン。あ、来た来た来た。あ、ちょっと足の指つった。って。なんか手の指じゃなくて足の指をつってしまった。ちょっと足の指一回伸ばす。いや、ロックマン X シリーズとロックマンシリーズで初めて全クリしたの X2 で。X2 ってなんだかんだで優しいよね。全部のロックマンシリーズで一番楽だと思う。で、その X2 は昔 RTA とかやってたんだけど、X シリーズの中でもやっぱ一番簡単だよな。それに比べて、まあ、X3 の方がまだかあれかな。 X2、X3、X っていう順番でやりやすいと思う。あー、飛ばさないで。よし、回復。いやー、ボス戦心もとないな。もう一体いない。あー、やっぱ痛いよね。先生かまして正解だった。これ初見でもしプレイしてたら絶対何度もゲームオーバーになってると思う。で、これまたしばらく暗闇で、高速で横から飛んでくるやつ出てくるんじゃなかったっけ。うわー、来やがった。ちょっと待って、ゴリラはもうあれだな、HP に余裕がないから。あっぶね。 HP に、いっちゃ、やっちゃった。 HP にもう余裕がないからさ、いやー、マッチで今の見越して撃ったんだけど、 HP に余裕がないから、そのゴリラの動きは観察しないでもう貫通するわ。残機ゼロでもうこの状況だったらもうやるしかない。ロックマンの HP 考えたらまず無理。結構ワンパクなんだよ、マンドリルだから。ワンパクで結構アジリティがそのあるんだけど、そのアジリティを完全に殺す。これで完全にハメ。少しずつ近っ。やっちゃ、くっそ、はぁ、反応できんかった。戻ってきたぜ。ちなみに残機は2の状態で来れてる。まあ一回遊んでみるか。一回遊んでみよう。バスターでどこまでいけるか。いや、正直バスターでこいつ倒すのって結構しんどいと思う。ほらほらほら、くっそ、壁にぶら下がることができないから、壁にぶら下がることができねえんだよ、 こいつのゴリラパンチの振動が強すぎて。だからため打ちをやる余裕がない。あれでも意外とゴリラパンチされダメだな。ゴリラパンチされた後に壁のすぐ壁に触れた状態のまま落下すれば隙間ができるんだけど、そうじゃなかったら今みたいにダメージ食らって死ぬな。で、 HP 全開の状態だから、この状態でもちょっともう一回戦いたい。 OKOK。 あの壁伝うサンダー意外とあれだな、長い距離が長い。
お前飛ぶのか、また飛ぶのか、いやぶん殴るのか。あー、てか火ダメ強すぎんだろ。クイックマン並みに火ダメがでかい。ボス本体に触れた時の火ダメがエグすぎるから、正直バスターでこいつ倒すのって割と無理ゲーだと思う。つうことでもう瞬殺すれば、今度こそこいつを動かすことなく倒したい。よし、いいぞ。早かった。でも今回見切った。あ、くそ、見切れてねえ。オッケー、いいぞ。雷撃とうとしたな、今。オッケー、ノーダメ。いや、武器使ったらマジで楽勝。武器使わずに楽勝に勝てるのってアイシペンギーゴーぐらいしかいねえわ。ストームイーグリードをもし突っ込んでたとしたら負けてたかもしんねえな。いや、なかなか厳しい戦いだった。You get electric spark。 こういう感じで特殊な武器を、まあ、手に入れられるんだよな。で、デモンストレーションみたいなムービー出て、パスワードの画面か。ちょっともう手の体力、手の体力が限界来てるっていうのもあるから、ちょっとこの辺で今回は中断するか。何パート取った扱いになってんだろうな。意外と喋ってたからあれだよね、時間経ってんだろうな。まあ、50分ぐらい、まあ、プレイしてて、途中でその画面バグって動かなくなったりとか、ゲームオーバーなってやり直ししてたりした部分もあるから、まあトータル10分ぐらいはカットしてるだろうけど、まあ3パート分ぐらいの動画撮れてんのかな。ということで、この辺で一旦終えるか。次回に続く。